カッパ橋道具街所在地地図カッパ橋は東京都台東区の浅草と上野の中間に位置する食器具、包み材、調理器具、食品サンプル、食材、調理衣装などを一括に扱う道具専門の問屋街。カッパをマスコットにしているがカッパ橋ではない。地元東京カッパ橋商店街振興組合ではカッパ橋道具街と称しているがカッパ橋。 カッパ橋道具街とも呼ばれる。また、台東区道路通称名には、カッパ橋道具街通りという名称が認定されている。台東区松が、谷地区、西浅草地区に損し、浅草通りと交わる菊屋橋交差点付近から、と峠通りまで約800メートルにわたり南北に伸びるカッパ橋、道具街通り沿いに各店がの木を構える。調理、 厨房備品に関するものなら何でも揃うと言われる。その顧客の多くが飲食店主などの料理人である。厨房用品一切に関わる専門店はその総数が170点以上に及ぶ。1983年より道具の日である10月9日前後に道具祭りが開催されている。二千三年十月には道具街誕生九十周年を記念して、 彫刻家の西村祐一と工芸作家の北村慎一に制作を依頼し、河童橋京交差点近くのポケットパークにカッパ川太郎像が建立された。今日では日本特有の食品サンプルがガイド冊子などで紹介され、海外からの観光客に人気を博している。このため、もっぱら観光客向けの土産物屋として営業を行っている店もある。河童橋京では、 日本の職人が制作した外国では特注扱いになる特殊な調理道具も店頭で買える。このためプロの料理人を含む外国人が来日してカッパを訪問し料理道具を品定めしたり発注、購入したりする姿も見受けられる。1731年創業の伝統あるドイツのハモのメーカーヘンケルス社もカッパ橋に店舗を構えており、 高い技術と伝統を持つ道具や店舗が多く集まっている。逆に、カッパ橋道具街から海外へ進出する動きも出ている。老舗のカマサ商店は2017年、フランスに現地法人、カマサフランスを設立しており、2018年5月14日には、首都パリに直営店、カマエス a を開業した。道具街の起源は、 1912年頃に数件の小道具商が店を構えたこととされている。第二次世界大戦後になって今のような料理飲食店器具や菓子道具を取り扱う商店街へ発展。文化年間にこの地で掘り割り整備を行ったカッパや9八がカッパ橋の名前の由来の一つとされており、湿地帯であるこの土地の住民たちのために資材を費やして整備を行ったカッパや 木八の両親に心を打たれたカッパたちが夜ごとに工事をして木八を助けたという言い伝えが残っている。かつて新堀川にはカッパ橋と菊屋橋がかかっていた。現在のカッパ橋交差点付近にカッパ橋があったとされ、カッパ橋交差点で道具街と交差するカッパ橋本通り沿いの草原寺にカッパや木八の墓がある。一方、 台東区立金流小学校の跡地あたりに、昔は、伊予新田二条種の下屋敷があり、侍や足軽が内職で作った雨がっぱを干していたという、もう一つのかっぱ橋の由来もある。そしてかっぱや、木八の商売が雨がっぱ屋であったことから、かっぱの伝説になっている。同一区内の浅草国際通りから昭和通りまで、東西に延びるかっぱ橋本通りは、 カッパ橋道具街と異なる商店街だが同じカッパの伝説を名前の由来にしている。かつてカッパ橋本通りには馬車鉄道浅草浦線が敷かれ、カッパ橋道具街には都電専属線が敷かれていた。ありがとうございます。